お疲れ様です。動物にも運がついて回る、まあ、そんな気がしましたね。まあ、猫ちゃんがね、まあ、吉谷さんのような人のいるところで倒れていたからこそ、まあ、今回みたいなことになったわけですけども、まあ、忙しくてね、余裕がない人の前で倒れていても、まあ、そのままだったかもしれませんし、それからね、倒れたところが人だと離れた山奥とかだったら、そもそも誰にも気づかれなかったかもしれませんしね。まあどこでね、どこで倒れるかっていうのも、同じ倒れるにしても運があるなと思いましたね。まあこれから回復して、元気に過ごされることを願いましょうか。それじゃあお大事に。